心の窓を開けてください。懐かしい青空が広がっていますか？眩しい光も差してきますか？あなたの世界はこんなに素敵です。そしてこの世界にあなただけがいるのではなく、みんなが生きていることが嬉しい。差し出した手をどうか受け取ってください。これはあの時と同じだ。何か分かったの、おじさま？この川の水にはな、鉱毒が混じっておる。鉱毒？鉱毒というのはな、鉱山から出る毒のことでな。鉱山から出る毒？まさかギブスン鉱山の？間違いない。タックのおじさんはどうしてそんなことが分かるの？そりゃな、みんな今日から川の水を飲んではいかんぞ。それと川のそばの崖や山にも近づいてはならん。どうして？木というものはな、大地に根を張り土を押さえておる。それが枯れたとなれば、ガラガラドシャーンと崖が崩れる心配があるからじゃ。すぐ脅かすんだから。脅かしではない、本当の話じゃ。山賊にはわしから伝えておく。ロビンたちが帰ったらわしから重要な話があると伝えておくんじゃ。いいな？重要な話？私にお話って一体何かしら？に聞かれたら困るお話なの？まあね。マリアン、俺。はい。あそこだ。ごめんね、ロビン。もう少しよ。大丈夫、ロビン？いや、それより小鳥は？私ならここにおります。もう一度言って、ロビン。俺一人でクレオのところに行ってくるよ。大切な話ってそのことだったのね。アルリンに騙される前にクレオがくれたお守り。クレオは本当は優しい人なんだ。あの時だって。カークさんはきっと新しい鉱山を見つけに行ったのよ。そうね。また会えるかな？わからないわ。だから
大事にしようね。それはわかります。クレオの優しさにかけてみたいんだ。クレオが優しさを取り戻すまで彼女のそばに誰かがいてやらなきゃいけないんだよ。言ってはダメよロビン。もし失敗したらあなたは殺されてしまうわ。それに私はあなたを。ごめんマリア、俺クレオを一人ぼっちにしておけないんだ。マリア、あなたは優しい、優しすぎる。マリアンから聞いたのかい？そうよ、その荷物もマリアンがこさえたのよ。え？そうか、マリアンが。それからタックのおじさんがなんか重要な話があるって言ってたよ。そう。ロビン、タックのおじさんのところにも行かないつもりなのか？あいつ昔から言い出したら聞かないやつだったからな。なんだかマリアンがかわいそう。そうだ、みんなでマリアンを探しに行こう。賛成。ダメよお兄様。ん？こういう時はちょっとだけ一人にしておいてあげた方がいいのよ。どういうもんなのかな。私もわかんない。流れ星が見えたらきっとロビンは帰ってくる。ロビン！Ah!
世に聞こえし、我ら黒バラ騎士団がこんな小娘を相手にすると。言うな、全ては亡きギルバート隊長のため。獲物はあくまでロビンだ。やめろ、クレオ。本当の君はこんなことのできる人じゃない。俺は信じてる。怪我した俺をいたわってくれたあの晩のことを、バルバラをかばってくれたあの時だってそうだよ。本当の君は人の痛みを自分で感じることのできる優しい心の持ち主なんだ。クレオ、目を覚ましてくれ。クレオ、クレオ、どうして分かってくれないんだ。お兄様が私の全てだった。死ね、ロビン。そんなはずはない。あの方はすでにこの世にいないはず。万が一にもあの方が生きているのなら、なぜ我らに剣を向けるのだ。
ビン、どうして私を助けたのです。私はお前の命を狙っているのですよ。君の兄さんと一緒さ。ギルバートもマリアンを命がけで守って。神は私に死を与えなかった。私にはまだなすべきことがある。それゆえ神は私を生かされたのだ。私になすべきこと、己が姿を現すことなく、マリア、私はあなたを守り続ける。この命続く限り。様が憎い。だがマリアンには貴様が必要なのだ。もはや剣を交えることもなかろう。しかしマリアンを裏切ったらロビン、その時は貴様を殺す。ロビン、それは本当なの？ロビン、あなたとのお別れはとても辛くて悲しい出来事です。でもクレオを救えるのはあなたしかいない。私もそう思います。あなたならきっとクレオの心に優しさを取り戻してあげられると信じています。だけどあなたの優しさが必要なのはクレオだけではないことを忘れないで。ロビン、必ず帰ると約束して。私はいつまでも待っています。Thank you.
ギルバートが生きていた。兄の姿に驚くクレオ。だが喜びもつかの間、ギルバートはロビンに襲いかかる。再び悲しい戦いを繰り返すのか。次回、ロビンフットの大冒険、復讐の黒い霧。今、森の息吹を感じる。